盤底筋群ダイエット、骨盤底筋群のトレーニングですね、まあ、中級編を、今回は男性を、モニターにさせてもらい、トレーニング公開と説明、していきます。の前に、質問、ツイッターの質問箱、いろいろ質問が来て、この前、答えようと思って答えられなかった筋肉痛の時に湿布で治るのっていうのは、これも僕が治る治らないっていうよりかは、一つ説明すると、レーシップっていうのはメントール入ってるからスーッと冷たくなるんですね。オンシップっていうのは、カプサイシンっていうのが入ってるからあったかくなるんです。でもこれどっちがどっちって、そんな根拠を裏付けまだはっきりしてないんですよ。だから基本的に自分がいい方を使った方がいいですね。でも基本的に炎症が起きたり、要するに怪我した直後っていうのは、炎症が起きているので冷やす、これ基本的ですね。で、慢性的な時には、まあ冷たくしたり、あったかくしたり、もうそれぞれだと思うんです。これはどっちがどっちっていうのは決まってないです。でもそれぞれ、こっち冷たくして貼ってる人の方が、いいから、私も冷たくしたって言ったって治らないですね。この人が冷たくしたからって自分が冷たくするわけじゃなくて、自分が冷たいのかあったかいのか判断していい方をチョイス、それが一番湿布にはいいと思います。これが湿布に対する質問の答えです。すいません、そしたらじゃあ行きましょう。はい、左足上げてもらって、でくるぶしが見えるように内側に、してもらって、膝は外側に、で左手はそうですね、お腹に置いてもらって、お腹に置くと腹筋に力が、入っているのが分かりやすいので、右手でこのくるぶし、はい、タッチ、起き上がってタッチするときに、そうです、肛門ぐーっと吸ってもらって息吐きます、はい、で息吸うときに楽にまた戻ってください。で楽に戻るときに、でもこのスポンジ、はい、しっかりおへそぐーっと潰してもらって、スポンジ潰しちゃってください、はい、じゃあ行きます。でこれで3カウント、3つのカウントで1、2、3、はい、ですせーの、ぐーっと1、2、3、戻してください。そうこの時でもこう気抜かないように、はい、2回目、せーの、ぐーっと1、2、3、そうです。3回目、せーの、ぐーっと1、2、3、4回目、せーの、ぐーっと1、2、3、5回目、せーの、ぐーっと1、2、3、6回目、せーの、ぎゅーっと1、2、3、7回目、せーの、ぎゅーっと1、2、3、そうです。8回目、せーの、ぎゅーっといけで2、3、OK です。あと2回、9回目、せーの、ぎゅーっと1、2、3、リラスト10回、せーの、ぐーっと戻して、2、3、 OK です。で、体のことなんですけども、体の使い方が分かってれば、プロボクサーの方に関してもそうですけども、メリットあると思います。体の使い方がしっかりしていれば、結構なんですかね、ボクシング、ジムに入るとなんですかね、基礎って言われても、ボクシングの基礎を教わっても体の基礎って教わることってめったにないんですよね。で、体の基礎を教えてくれるトレーナーはとてもいい、トレーナーだと僕は思います。だけどボクシングの、トレーニングの前に体の使い方とのトレーニング したり、体の使い方が分かってなければ 1+1 とかそこら辺を教えてくれないで、いきなり掛け算を教えてくれるようなもんですよね。だからしっかり体の使い方 1+1、 骨と筋肉の使い方、これも基本的に体に、覚えてからトレーニングとかボクシング、要するに体の、筋肉とか骨とかの使い方を、しっかり理解してれば、どんな形してもどんなパンチ、強いパンチ打ってるんですよ。だけど何もわからない、足し算わからないでいきなり掛け算やっても、基礎がわからなければちょっとな、体の使い方わかんないと体壊しやすい、潰しやすいですよね。で、生きないです、体使い方生きないと思います。だから、ちょっと、このハニーラルバの、ハニーチューブ見て少し参考にしてくれればと思います。
それでは質問に答えるコーナー、ツイッターの質問箱に質問くれた、ことに答えていくコーナーのもう一つ、ボクシングの顎は引くべきですよね、ボクシングの顎は引くべきですよね、これちょっと面白いので、答えます、ボクシングの顎って引かなくてもいいと思うんです。でも上げちゃダメなんですね。まあ、それちょっと根拠があるのでちょっと、よく歯医者、歯科の世界で、カンペル平面とフランクフルト平面っていうのがあります。診察所研究所、基準平面とされるのが、フランクフルト平面とカンペル平面。カンペル平面、フランクフルト平面の方を説明しましょう。フランクフルト平面は真横から見ると、目と耳の穴、ここが、揃ってこの線ですね。これフランクフルト平面って言います。でこれともう一つカンペル平面、カンペル平面は鼻の穴から耳の穴、この角度、がカンペル平面です。カンペル平面とこのフランクフルト平面はこの幅12度って言われてます。顎引くと、肩の緊張とかが、とても強くなるんですね。これカンペル平面、要するにこの鼻の穴と耳の穴を結んでいるこのカンペル平面の角度をまで顎を引くっていうのはとてもいいリラックスの、定義なんです。これ胸周りと目っていうのはとてもこれカンペル平面にするととても楽なんです。顎を引く時の目と要するに胸周りっていうのはすごい緊張しちゃうんですね、要するにフランクフルト平面の時の角度でもカンペル平面、この鼻の穴から耳の穴をここ平行に床と平行にするぐらいの角度、これ以上はダメです。これ以上は僕ダメだと思います。それは顎上がりすぎですから、それはボクシングに対して格闘技に対してダメだと思いますけども、このカンペル平面ぐらいの角度を取るとこれは科学的にも胸の周りの緊張が解ける、目の周りの緊張も解けるので、胸の周りの緊張を解けると肩周りがとても楽に動く、根拠とされている平面なので、これちょっと面白いと思いませんか。僕この角度、要するにこれボクシングとか格闘技に限らず、このフランクフルト平面とカンペル平面のこのリラックスの取れ方っていうのは、リラックスの仕方っていうのはもちろん、格闘技じゃなくてもスポーツ界でもいろいろこれは使われている角度です。これ12度、こことここ12度なんです。これとても大事だと思いませんか。僕そう思うんです。この質問では顎引くべきですよねと書いてありますけれども、顎は引く、でも顎を上げちゃダメだと思うんです。だけども顎を引きすぎるととても肩周りという緊張する、ちょっとやってみて分かると思います。でもちょっとこの角度上げるだけで全然違うんです。肩周り、腕周り、ボクシングとか格闘技だと腕周り使えますよね。だからこのカンペル平面まで顎を上げるっていうのは僕はありだと思います。顎を引くべきですよねっていうのは引きすぎも良くないと思います。でも上げすぎはもっと良くない。だけどちょっと上げる、このリラックスが一番大事だと思うんで、これの質問は、こういう答えです。で、今度いろいろまた質問に答えてい、こうと思いますけれども、例えば、糖質制限とかローカーボ、脂肪制限ですね、脂肪ダイエット、ローファットとかケトジェニックとか、そういうところとかでも質問答えられますし、もちろん、骨盤骨筋肉のことにも答えられますので、そういう質問、があればと思います。いや何せ、質問答えられてない質問が多分計算すると 2,300 個あるんですけど、ほとんどが僕が答えてもどうしようもないなと思う、多分僕の答えなんて聞いても、多分つまんない答えなんです。そんな大した答え、大した質問じゃないので、僕が答えられる質問なので、なんかこうそういう体の、質問に対して、くれればと思います。では、また骨盤底筋の、トレーニングもそうですけれども、まだ、ありますので、
まだ家でできる骨盤的トレーニング、それに質問にも答えていって、ボクシングにもそうですけれども、体のこと、とても、根拠があって面白いと思うんです、そこのところを質問に答えていこうと思います。それでは。